まあ、今日の報告ですけど、まあ、4時ぐらいに起きて、まあ、ここ最近ちょっと短くして、ちょっといろいろ遠くに力を蓄え、まあ、あれですよね、弓とかアーチェリーみたいな、思いっきり引いて、思いっきり引いて打つみたいな、思いっきりエネルギーを貯めて、まあ、あの外ずっと眺めてるとエネルギーが溜まるような気がするんですよね。それで壁を乗り越えられて、展示会って多分相当には難しいんだと思います、行くのは。まあ招待券あったからよかったんですけど、だからエネルギーを蓄えて壁を乗り越えるみたいなね、そういうイメージもありますけど、まあ再生学 iPS のノーベル賞レベルです。我が武田薬品も出てましたけど、全然あれですね、人いなかったです。ただアリナミンとパネルだけでしたね。全然あれ資料出てなかったです。まあ武田は、まあ、神奈川の湘南のエース、まあ、川崎のエースは NEC か東芝かもしれない、湘南のエースと言ってますけどね。だから今更出す必要もないというか、わかりませんけど、まあ、和光純薬は相変わらず出してくれてます。いやー、良かったですね。ますます良くなってると思います。よくわかりませんけど、前行ったかって言うと行ってないですけど、この展示会初めてだったです。バイオテックとかいっぱい行ってますけどね。あのジャーナルのベンサムサイエンスさんを探したんですけど、今回は出展されてなかったです。袋ふた大袋ニリック日本電産さんと武蔵さんで4枚重ね大袋ニュークロと、あとは組み込みの招待券いっぱいもらって、今日は新宿にいつもお世話になってご迷惑をおかけ、新宿に置いてまいりました。まあ行きには新聞と